YouTube をご覧の皆様こんにちは。和光プレミアムストアマネージャーの北田です。本日ご紹介するのがルノアです。世界最古のメガネメーカーアメリカンを近くで教育担当エンジニアとして勤めたドイツのデザイナーゲルノルト・リンドラー氏が1991年に創設したアイウェアブランドです。18世紀から20世紀のアンティークメガネを超えなく愛する彼が生み出すデザインは手作業を受けると200近い製造工程を施され価値あるメガネとしてメガネ愛好家に親しまれています。では早速こちらをご覧ください。はじめにご紹介するのがクラシックラウンド。我々がかけられるように花パッド付きにしています。軽くて全く無駄がありません。アップルの創業者で前 CEO のスティーブ・ジョブズ氏が愛用した縁なしのメガネです。続きまして M5 シリーズの02。完全なラウンドですがボストン寄りの絶妙なデザインで流行にとらわれず長く愛用できる軽くてシンプルなデザインが魅力です。私も好んで愛用しているタイプです。その他ワンサイズ大きい03、小ぶりな04も人気です。続きまして C1 シリーズ。アセテートとチタンでできている今人気のブローです。01がスクエア、02がブローでは珍しい多角形、04が欠けてる人を選ばない誰にでもお似合いになるウェリントンです。続きまして M2 シリーズ。ヴィンテージ感際立つ一山タイプのブリッジ。チタン素材で作成のため日本にて作成されており、当店ではお問い合わせナンバーワンのメガネです。01がオーバルに近い横長な丸型、02がオクタゴンです。最後は M6 シリーズ。人気の M5 のテンプルにアセテートを用いています。コンビネーションはカジュアルでもビジネスでも芯を選ばないのは魅力ですね。02がボストン型です。05がラウンド型です。はい、いかがだったでしょうか。ぜひヴィンテージを知り尽くした栃木県初進出のルノアを使ってメガネを楽しんでくださいね。選び抜かれたアイウェアを宇都宮から、これからも素敵なメガネをたくさん紹介してまいります。チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。